で今度はこれを踏まえてその整数同士の除算の計算量を見積もります。で、まあ、一般にはその単精度整数で倍精度整数を割った時のその除算の計算量をこの授業では見積もることにしますけれども、まずその前にその単精度整数同士の除算について見ていきたいと思います。でその、まあ、除算の話をする前に、まずその乗算の方ですね、掛け算の方の復習をしますけれども、仮にその xy というその整数があったとしまして、で、まあ、x と y がそれぞれ n 桁の整数だったとします。そうしますとその、まあ、その積ですね、 xy の桁数というのは、まあ、2n 桁と見積もることができます。でこれが、まあ、計算機上ではこの桁数の代わりにですね、このワード単位でその物事を考えますので、今度はその例えば x が1ワード y が1ワードの数であったとしますと、xy としてはまあ2ワード分のメモリを確保しておく必要があるということが分かります。でそこで、まあ除算ですね、まあ、単精度整数に良い除算っていうのを考えますと、その、まあ、1回の除算で使うワード数っていうのはたかだかその、まあ、2ワードの数を1ワードの数で割るというようなその除算になります。ここではその A0 と A1 と B をそれぞれ単精度の整数としまして、で、まあ、A0、A1 という形で例えば2ワードの数があったとしましょう。でこれをその1ワードの数整数ですね、1ワードの整数 B で割った、結果がですね、その、まあ、小が9で常用が R となるわけですけれども、これの、その、ワード数っていうのは、まあ、この結果だと、その、割る数ですね、B が、1ワードの桁数ですので、まあ、9も R も、まあ、たかだか1ワードの数であるということがわかります。ということで、その、まあ、多倍長数を単精度数で割る上ではですね、この、計算を基本に考えていきます。すなわち、2ワードの整数を1ワードの整数で割るというのを、まあ、単位として、で、多倍長整数のをですね、単精度整数で割る時の計算量を考えます。そこで、これも以前出しましたけれども、その単精度整数で多倍長整数をその割るときのそのアルゴリズムをまず復習したいと思います。でここではその入力の A が多倍長数となっておりまして、でこれが K ワードあるんですね。でそれから B の方はまあ、割る助数の方で、割る数の方で、でこれは単精度であるとします。それで、C がその割り算の時の小ですね、それから D が乗用になるんですけれども、まあ、こういう形になるわけです。で、この、アルゴリズム、実際のアルゴリズムなんですが、まあ、その、アルゴリズムの、その動作は、先ほど出しました1変数多項式の除算と、かなり似ていることがわかると思います。まず最初のステップで、その、まあ、割られる非助数ですね、非助数の方、A を、まあ、余りを表す R の方に代入しまして、で、この第2ステップでちょっと除算を繰り返すわけですけれども、その、まあ、各ステップにおいては、ここにありますように、その、まあ、ある、i 番目のワードとその一つ上のワードですね。一つ上のワードを合わせたこの2ワードをこの1ワードの助数 b で割るという計算を繰り返します。で、まあ、最後、一通りこれがその済みましたら、まあ、ショートですね、それから乗用を出力するという形でアルゴリズムが済みます。
で、そこで今度はその計算量を見積もっていきましょう。まずステップ1は先ほどの一変成多項式の場合と同じで、そのステップ1は代入のみですので、計算量には影響はしません。で、ステップ2ではフォア分でループが発生しておりますので、まあ、繰り返しの回数を数えます。そうしますと変数 i に関して、i が動く範囲が k-1 から0ですので、ここのステップ2の外側の繰り返し回数というのは k 回ということになります。で、この次のステップ2a の部分で序断が出てくるわけですけれども、先ほど説明したようにこれが序断の単位だということにしましたので、ここでは序断1回行っているということになります。ということで、まあ、このアルゴリズムの動きを見ますと、そのこの第2ステップの中で序断が1回行われていて、それが警戒の繰り返しになっているということで、この序断の計算量というのはオーダーの K で見積もることができます。で、この K というのは今非常数 A のワード数でしたが、非常数 A のワード数というのはそのワードの長さの単位がありました。このレングスという単位がありましたので、この形ですね、A の長さに比例するという形でその計算量を見積もることができます。ここまででしょうか。で、次ですね、その多倍長数同士の序断の計算量なんですが、この多倍長数同士の序断のアルゴリズムは一般にはより複雑なものになりますので、今回の授業では割愛したいと思います。で、詳しいことを知りたいという人は、一応いろいろですね、巷にある計算機代数の教科書には載っているものもありますので、参考にしてみてください。と、まあ、今ここにはその中の一冊を挙げております。で、結論だけ申しますと、その A と B が多倍長数で、まあ、A が非常数で B が常数ですね。で、A と B の長さに関して、その A の長さが B の長さ以上であるという条件下では、その A を B で割る序断の計算量というのが、A の長さと B の長さの積に比例するということが知られています。というわけで、一応今回はそういう事実だけ説明しておきます。それからと、拡張ユークリッド誤助法の計算量の見積もりなんですけれども、これは A と B をですね、まあ、多倍長数にしたときに、その、まあ、ユークリッド誤助法や、その拡張ユークリッド誤助法の計算量は、実はこれは A と B のそれぞれの長さの積に比例します。で、これは気になる人はちょっと各自で考えてみてください。まあ、もし、必要な、がありましたら、まあ、ヒントが欲しいという場合には、まあ、この講義の時間外に、レポートの時間などに、答えます。ここまででしょうか。